はい最後数すよかなてあちょいびがや中ゅうやうちなぐゆみうとうてそうぐわちゆっかひぬかんうんけやいびんやさいみなさんこんにちは今日は2月12日火曜日あ、あとといびがや2月13日13日2月13日火曜日 <laughs> きゅうれきうとうていちぐわちそうぐわちのゆっかなといびん中の神や わねカマンカマンなナマカヤ、イリンヤ、ウシガニとはい、ワンネ、サキヤマ、リンシ、ウークイサビン。タチのゲストや、ダ、ま、とからショーカイサビン、タサルゴト、オニゲサビラ。クのチムガナさシマクトニュースや、午後1時から午後2時の1時間。FM ギノワンから、生放送しうウークイソうイビン。ウワイマディ、チチキミソウだヨウサイ、タサルゴト、オサビラ。 く番組や株式会社 OSD 株式会社国建システム有限会社三木建築設計大城土地家屋調査士事務所株式会社丸内有限会社北翔産業 FM ギノワンと茶ャ町文化協会島マクトゥバ青年部沖縄ハンズン NPO の協力しウークイサビラこの番組や島マクトゥバエンターテイメントし島島のうとと語りん伝承しイチ番組やイビン島マクトゥバのくとマンブリーソールゲスト運慶しローカルニュース通知うちなチーヌナマウトゥドキサビン世界には 約7000の言語があると言われ今世紀中に約半分の3500言語が消滅すると言われていますユネスコの発表で日本にも8つの絶滅危惧言語が登録されておりなんとそのうちの6つが琉球諸語奄美語国神語沖縄語宮古語八重山語与那国語と呼ばれる沖縄にある言葉たちなのです ちちっちょい歌谷800言語存在した多様性ある琉球諸語島々の言葉の再活性化復興継承普及に向け島々の言葉島言葉で語っていく作り上げていく番組となっています今日また一味違った番組になっておりますので皆さん えー、うなしうちらのこと片ティーチャービラヤーサイ愚数用からの直のリクエストしまくつばや中のトピックに関する質問などかじにゆしてきみしえびりようさいメールアドレスやむる小文字さーに797アットマーク FM ギノワン797アットマーク FM ギノワンドットコム n a t o i b またインターネットウティ f m ギノワンで検索しね、YouTube とツイキャスのライブ放送を実録と内部ビンド、放送後アーカイブツしぬくイビーグと、ジフィ・チチキミシェービリ、メッセージ、マッチョイビー。大和口市、話しさびらイヤサイ、メールアドレスはすべて小文字で7、7 9 7 f m ギノワン7 9 7 f m ギノワンドットコムとなっています。 またインターネットを使える環境の皆さんは FM ギロマンと検索しますと、YouTube やツイキャス、日頃は YouTube やツイキャスでのライブ放送を聞くことができるんですが、今回は収録放送ということになっておりますので、アーカイブ放送としてお届けしていきたいと思っております。メッセージもですね可能な限り、また読めたらなと思ってますので、ぜひメッセージもお待ちしております。 もうちょうどスタジオですね、収録放送となっているんですけども、兄さん、ミードサイビンや、ミードサイビン番組も、ヤイビン野菜、うんじることまた、アンりやいびータンあんりやいびーたん、生きなさいビーしが、な、あの、ま、茶団町文化協会の立場とし、はい、中ちは四幕とば青年部とし、参加総意た あの話 ABC が文化と歴史についていろいろと話を伺っていけたらなと思っているところですけどもちょっとまたえ旧暦の内田美の日向運慶という日になってますのでもうちょうどあのまあ昨日までえ柳口は昨日あの柳口じゃないですね神様がいないからって柳口にってた皆さんは今日で終わりと <laughs>、はい。 かん、えー、の神様も帰ってきますので柳口はなるべく言わないようにしないとですねすう、まあ、そんなこと言ってるとまた変な感じに聞こえてきますけども本当に生活に欠かせないかんの儀式でありますけどもちょうどまた各家庭でもかん、えー、のこの向こうですか、うん、階段の具とこう並べてお迎えしてる家庭もあるんじゃないかなと思いますけどもね。うん、また改めてその総勝の、うん 健康人間ということでまた大切にしていきたいですねはい私たちこそがもっと大切にしないといけないところですけどもね健康というところですけどはい。皆さんもまた各家庭での暮らし方もについてもまた教えていただけたらと思っていますはいということでですね今週はゲストの方をお迎えしておりますのでぜひちょっと竜ブさんの方から。 はい、紹ご紹介していきたい,い<や>と思っております。はい、今日本日はですね、えっ、ー、と小座の町からゲストがいらっしゃっております、えー。一般社団法人小座ミクストピア代表であります池原えりこさん、はい、イメンソージ総長より中谷豊サルゴと尾根サビラよろしくお願いします。はい、あの議論 <laughs> 議論湾の皆さんあのよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい。えっ、ー、とえエリコ先生はあの小座の 町、まあ、で、えー、研究所ですね、えー、ミックストピア研究所という、えー、研究所を開いていますけども、うん、えと日頃はまた大学の方でも講師をなされたりとかっていうことでご活躍されています、うん、で今回は、えー、と沖縄市の、えー、テレアの町でですねすごくワクワクする、はい、チームワクワクするイベントが、ま、ちあの待っているということでですね、うん、その話も含めてちょっと ゲストとしてですね、出演していただくことになりました。はい。今日また、いろいろと、七地球総理予選、お知り合いさよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いはい、よろします。中のトピック紹介さび。はい、はい。はい、そうですね。今週の、えー、トピックはですね。えー、地域の中の、うんえー、研究所ということで。はい。これ、この、テレアの街でですね、えー。先生、研究所と言いますと。先生が一人だけ。 研究されているかっていう、まあ、イメージも,もしかしたらあるかもしれないんですがー、えー、地域の方があっての研究所ということでも打ち合わせでもお話を伺っております、はいはい、そんな照、ま、屋、あの街のです、ね、今回イベントを、あのー、企画しているということでまずあのよろしければ、はい、イベントの、あのー、ご紹介をする形でもよろしいですかはい、はいはい、お願いします、はい、じゃあ私の方から、はい、えと情報をお伝えしたいと思います、うん 今回ですね、えー、2月の17日土曜日から、えー、24日の土曜日ですね、えー、沖縄市のテレアの方でで、すね場所と空間と商人の物語が開催されることになっております。はいえー、と開催時間が午前11時から午後6時、えー、場所が銀天外となっております。主催は一般社団法人小座ミクストピア。 えー、今回ですね。えー、とこの、えー、支援が、沖縄県公益財団法人沖縄県文化振興会令和5年度沖縄文化芸術の創造・発信・支援事業ということで、目打って、えー、開催されるということになっております。えー、概要をですね、えー、ご紹介させていただきます。えー、場所と空間と承認の物語は、小座,小座十字路の承認の歴史や。 物語に焦点を当てたアーカイブ作品展です本店ではメインストリートである本町通りと、えー、路地に並ぶ店,店,や店や建物を舞台にアート,アートと人生の断片、えー、フラグメントって書いてますねを散りばめることで歴史と現在が交差する場を創出します、うん、アーカイブは芸術作品であり 歴史的記録でもあります銀天街の過去現在未来がチャンプルーされる8日間、うん、舞台となる本町通りは沖縄県沖縄市小座十字路の一角にあるテリア地域の商店街の一つかつて黒人地区として知られていたテリアはソウルターンだった2月17日土曜日のオープニングでセレモニーでは60年代をテーマにしたファッション音楽スタイル 時代精神を感じられるひとときを一緒に作り体験していただけます。ぜひ当時の雰囲気やファッション、服装でオープニングにご参加ください。ということであのあの、うん、フライヤーにですね書、はい、か,かれたものを紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、<laughs> 今回のこのイベントをこう比較、えー、していく上であのどのような取り組みからまた始まったのかというところとまたどのようなまた コンセプトであったりとか、方法論のちょっとお話も伺えたらなと思っているんですけども、はい、えっと、じゃ、その。今イベントに向けて、どのような形で進んでいるのかというところも、お話を伺ってもよろしいでしょうか。はい、はい、はい、たくさんありますね。はい。あの、まずは。今日、まあ、月曜日で、はい、あの、オープニングが土曜日なので。はい、本当に、あの、いろいろ、あの、追われてる状態なんですけど。<laughs> あの、毎日毎日いる、あの。 作業があってでも作業があったとしても私はこの授業はもう成功してると思ってるんですよ。なぜかというと地元の方々が今までずっと2019年から研究室を建てた時点から地元の方々が協力して応援してもらってるので私の。 イベントとか今回の授業はもう全部揃ってるんですよ資料としてはね資料としても揃ってるし資料を持ってきたインタビューとかいろいろバーキとかね今ちょっとジュークボックスできればっていう方ちょっとちょっと無理かもしれないけどでもそういうその時からずっとこの授業を が始まった去年のまあ6月からですかねずっとあの人々がこういうふうにあの何でもやりに行って持ってきたり自分,自分が持ってるのもの持ってきてきてもらってるんですね。でそれをまあ一応アート化するアート化するんですよ。でこのアーカイブをアート化するときにアートカイブっていうあのはいあのアートをあの展示されているものはアートでもありあの アーカイブでもあるー両方なんですよ、うん、だからアート会部がアートとして、まあ、同じ、うん、もし人であれば人物人っていろんな性格があるじゃないですかそういう意味で、うん、まあこのものは両方持ってるっていう感じですね、うん、でなので、まあ、一応こういうふうにあの地元を大切にしながら地元を大切にするっていうか地元が一番あの もは主体権を持っていると思っているので,で自分あの最初建てた時にコザエクスミクストピア研究室で建てたんですね。はい、でそ,そしたらやっぱり日本では日本語では研究所って何回も言われたんですよ。で,でも私は戦略的に あの選んんだののが研究室なんですよこ銀天井の中で一つの部屋として持っていきたいっていう意味での研究室、はい、で言葉とはちょっと違うかもしれない、うん、日本語正式な日本語ではないかもしれないけど、うん、でも意味としては「うむい」としてはそあのあのちょうど当たってる当たとーんと思ってるわけね、うん、ちょっとなんかあのうちのガちもちょっと入れながらごめんなさいできないので。 なのであ,のあえてて研究室となってます、うん、でこの研究室はこの商店街の中の、うんまあ、一つの役割があって、うん、でそこあのなんていうかな独特ではあるんだけど、まあ、あの各店も独特なので、うん、みな皆さん、ね、みんな独特なので <laughs> あの <laughs> 私も含めてね、うん、でそれが一つ、ね、一つの輪になって結媒、うん、り的な場所がある,、うん、あるとでこの研究室も今5年目になるんですけど <laughs> あの、まあ、立てた理由は、そこに、あの、そのまま、あの。存在していってほしいということで、うんうん、で、自分がいなくても。あの、ちゃんと、この、場所は、その、その、皆さんの、あの、研究室で。あるように、今、持っていきたいと思ってるんですね。うんうん、はい。で、はい。あ、ありがとうございます。はい、この。ちょっと、この、先ほども、お話があった、その、アート会部っていう、言葉。うんうんうん はね、初めて聞くくつや i b がうん、うん、この方法の自体はえりこ先生が提唱している言葉ですよね。はいはい、やっぱり実際にその地もアーカイブではなくてこう、はい、地元に密着しながら合わせながら出てきた言葉アーカイブって普通あの、まあ、学者としな、はい、研,研究するものとして、うん、やっぱりほらアカデミック的にあの、うん から視,点あの視点から見れば、まあ、論文を書いて本を出したりそういう記事を書いたりという感じじゃないですか、うんはい、そしたらそれを読むあの人,人宛に人々宛てに,になるので、うん、一般の方々せっかくああいうあの一般の方々がこういうふうに協力してくれたものを、まあ、自分たちがあの研究員として学者としてこうまとめてこう発表するとかね、うん、それはいいんですけどでも あのもと,もとこの資料っていうのはあの研究発表とかは、うん、そういうあの地元の方々とか、うん、市民の方々が協力しないとないものなんですよ。うん、歴史もそうですね。歴史ってその自分た自分があのいあの育なんていうい生きた時代、うん、あい生きやあ自分があ自分の経験じゃないものを、うん、こう 聞き出すんじゃないですか。そうですね、ね,、うん、ねインタビューターね。はい、でその時にやっぱり知識は地元の方々とかそのその時代を生きた人人たちが持ってるんですよ。うん、ねでその知識をまあうまくまとめて発表するときにあのあそうなったんだすごいねすごいねっていうのがまああのその発表した方々ね。うん、なのでそうじゃなくてやっぱり偉いすごいのは地元の人たちがそういう風に、うん、あの教えてくれたり。 何もあのほら、あのー、研究してから、うん、そこからインタビューしてその後何も、あのー、貢献とか何もない,ないのがもう普通になっているんですよね。あねそれが、あのー、自分はちょっと違うなと思って研修室を建てたんですよ。なので地元を大切にするというとこういうこと。 お土産持ってありがとうみたいな話じゃなくて、うん、本当その場所ってほらあの特に今古座十字のところはあの第3の,、うん、あの経済ブー,ムが起こブームを起こそうとしている若者たちがたくさんいて、うん、だけどその中に第二波2波、はい、銀天街ブームを起こした方々の店もまだあり、うん、1> で第1波でこの黒人街時代のところから あのそのままずっと大、うん、最初に起こしたブーム、うん、奇跡的なブームなんですよ、うん、何もないところで、うん、あのターブカーだったところとかね、うん、あのカーラヤーだったな何もないところ水道もちゃんとできてない時,時に最初に起こしたブームなんですよ、うん、そ,れそれが私の,研究,の研究なんですけど、うん、その時からずっといまだに続いてる。 店もあるんですよだからこの場所の空間っていうのはこの3つの,あの経済が今共存してる。と、うんはい、いうことで、まあ、そういうあのちょっと不思議なねあ不思議だけどでも当たり前な、うん、あの場所の空間じゃあこの場所は商人の物語だから商人の街なんですよ。だから必ずあの うん、あのテリアだからティーラじゃないですか、うん、太陽が当たる場所で、はい、必ずこの第三波の,あの経済分は起こるんですよ。<ー>で第四も起こるこの場所は本当に商人の場所だから、うん、で銀天街じゃないですか、うん、あの商店街じゃないですか。すねはい、なので,でそういう意味で私はあの自分も一応あのテリアで生まれ育った人なので。うん アメリカには行ったんだけどでも戻ってきてこういうふうに自分が貢献できること地元の人を大切にするっていうことはやっぱり自分としては単なる研究じゃない人と人の関係もあったり人と人の関係があったからこそ最初のブームが起きたし第2第3も今からそういうふうに持っていければなと思ってます。いや これね大学生時代年始があのこの論文だとか研究だとかというのはやっぱりこう実際に地元にいたりとかそういう地域に行ってあのそこに住んでる方々の歴史だったり知識をもらってそれを文にして発表するっていう認識までは IBE 氏がまさにお話のあったようにこう地域の方々と一緒にまさに作っていく文字だけでは収まらないその生活感と歴史がってうぬ アンドオンディのうのうむいあの一票はねあの伝わりにいっはいまちづくりにまでこう発展させてそそそうううやっていくっていうこのこれがまあ貢献という研究とは俺は思ってて今までのほらまちづくりっていうのはあのパターンがあるじゃないですか。はいでこうあのまあそれはいいですよ一つのパターンとしていいんだけどでもやっぱりテリヤの歴史を見てみたらあのその。 あの期,間期間はいいんだけどいろんなあのアーティストが来たりとか、ねはい、その1日とかこの1年とか何年とか、うん、それもあのすごいあの維持するために必要である、うん、だけどあのそれがなかった、ねうん、その夜が終わった後にじゃあどうなってるかっていう話で,、うん、ですね。うん、なのでそこでやる人じゃないんですよ、うん、そこに住む人なんですよ。商、うん、商売売人人なんですよ、うん商売人 商売っていうかこの商店がいなくても発展できるように何かあの貢献できたらなっていうふうに私は思ってるんですねだから何が必要なのか自分もそこで生まれ育ったし沖縄であの皆さん知らないあのあのこの映像がないので分からないんですけど私を一応あの島ハーフチャンプルーなので、はい、<laughs> 島ハーフなので。<laughs> なのでんていうかなそこの私の独特な歴史ディアスポラとかねハーフの歴史島ハーフの歴史を語る一応パフォーマンスアート的な作品たくさんあるんですよ。でもそれは私控えてこれも沖縄の歴史の戦後の歴史の断片としてあの。 なんていうの大切ではあるんだけど、うん、だけど今回の目標としては地元とし一緒に、うん、あのやっていく、うん、作っていく創造していく作品を作る、うんうん、が最初の5年今の5年目でこういうあの助成金ねいただいて。あの 達成できることはとてもあの感謝しています。うんうん、で、六年目からは自分国際チームがいるので。そういうディアスポラ的なものとか、あの。あの、そういうね、あの、なんていうかな。あの、また違う沖縄の。うんうん、あの歴史の断片の作品を作っていこうかなと思っています。うん、はい。この英子先生からこう打ち合わせの中でも。うん、一つ、そのもう一つ、その研究方法論として、印象に残っている言葉として、うん、やはり。 えー、インタビューじゃなくてユン,ユンタクビューっていうのもえりこ先生が発せられたというか、はい、提唱されてると思うんですけども、はい、これもやっぱりその今の話の流れの<う>にもあったようにやっぱり地元の人の声なき声を拾うための決まりきったインタビューじゃなくてっていうことなんですよね、はいはい、いろんなンユンタクビューをされてきたと思うんですけどもやっぱりそこからふ普通のインタビューでなくて、うん、そこから。 得られたものっていうのもたくさん。ありますでしょうか、はい。あの、沖縄ってほら、あの、内名口っていろんな、あの。特にお笑いで、うん、あの、よく、あの。英語とか、タッコ足して、ちょっとなんか、チャンプルー語を作るじゃないですか。え、ね、そう,う、そう、そう、そう。そういう、なんか、それが普通、普通なんですね。自分の考え、うん、考え方ではなく、ミクストピア、そうなんですけど。うん、あの。自分が、あの。 何あの博士号の研究をしていた時、うん、2013年から15年にかけてなんですけど2016年に取得しました、うん、でもその間にこの長い間行ったりアメリカから行ったり来たりして、うん、あの研究フィードワークしてたんですよ。はい、でフィードワークしていた時にあのそ,のその時に体験こう交差して、ね、あの物とか人と交差してこ話すじゃないですか。うん、話したりいいろろ タクするんですけどでその時にやっぱりタクしながらインタビューするっていうのがあのなんていうかなもうそれがインタビューごめんなさいインタビューだったらんか線が引かれててインタビューする側とインタビューされる側、うん、でインタビューされる側はあのそ,れそれに従ってその質問に従って答えるみたいなパターンですよね。じゃなくて あのユンタクっていうのはいろんなあの転換があるんですよ。いろんな転換の中でいろんな話世界話が出てくるんですね。でその,その時に、まあ、全部あの全部はあの書き留めることはできないんだけど他の人たちのユンタクと交差されるところ,ところを全部キャッチしてでそこを書き留めていたんですね。うん、あのなので「ユンタクビュー」っていうのがあこれふさわしい言葉だなっていうことで。うんうん 作ったんですよそのほかにもミクストリーとかミクストピアとかいろんな言葉作りそれはただかっこいいとかねいいじゃないですかみたいなじゃなくてその時にふさわしかったんです何て言うのちゃんとした言葉が英語で言葉がなかったのでその状況を見てミクストピアを作ったり歴史の歴史 あのそういう研究した時に歴史的なものとかね、うん、インタビューで物語的なものあるじゃないですか、うん、だけどそこには絶対ミステリーもあるんですよ言わんところ <laughs>、ね、確かに秘めてしまうところとか忘れてしまったところとかあるじゃないですか、うん、それを私ミステリーってミクストリーって言ってヒストリーストーリーとミステリーでミステリーの場合はあのあの待つ時間をあの設けてるんですよ、うん なぜ、うん、かというとこれ、これがまた最初からミク,スミクストリーじゃなかったんだけど、ユンタキビ,ビューとかやってる時に、うんあの、分からない、これ分からない、分からないって言った時に、うん、この分からないのが写真の中にあったり、うん、分かる違う人がとかあの、どっかで現れるんでしょうどっかでこれ埋めていくんですよ。うん、だからこれこれもパフォーマンス的であの,この

その分からない道,道を埋めていくっていうようなこううあのチャンプル性があるあ<ー> <laughs>、はい、のでミク,ストミ,クストあミクストリーっていう言葉を使ってこれも方法論としてあの私の博士論文に入っていますユンタクビもうー伺うとすごくこう、はい、ポジショナリティというか、はい、こうやっぱりどのポジションでやっぱ話を聞くっていうこの江里子先生の姿勢というかうん、うん、やはりこうどこか。 上から目線にどこかになってないかなっていうところを意識されて、うん、はいこうしあの下からこう、うん、一緒に唯楽してみようっていうところの視点っていうのはすごく大事ですね、うんうん、拾い上げていくっていうところの。うんうん 先ほどあの打ち合わせの中でもあったように今もお言葉で出てきた道,道を道としていくというところが分からないところを歩んでいく誰か,の誰かとのゆんたく美を通して分からないところが誰かのまた知識とこう交差することで道になっていくというところを今の話を聞いても改めてあなるほどと思ってあこの本当にゆんたくという言葉しまく言葉一つにしてもあも,うも,っもっともっと深いあの意味合いとまた心の寄り添いがある てあとですね、<ー>ユンタクビューっていうのは、ビューって視点ですよね、ビュー、はい、でビューね、うん、なので、あのインタビューだけじゃなくて、ビューもあるんですよ、でこのビューっていう、ユンタクしたら、ああの2人か、二人以上とユンタクするじゃないですか、うんはい、あほとんど2人なんだけど、そしたら、2人のビューが入ってるんですよ。うんうん、だから私が ま,まずは、そういうなんか何ですかみたいなそういういイ,インタビューフォーマルなインタビューをしない、まあ、あのその中で、ね、1時間の中であのいくつかあるかもしれないけど、うん、でも、あのそのその方も私にインタビューとかいろいろ聞けるんですよ。うん、で、お互いに答える答えられない答え,答えたくないものもあり、うんうん、お互いにね。うん、はい ということです私もシェなるほど、はい、だからもうそういう意味で平等ですよね、うん、ある<の>、ね、意味でね普通より平等、うん、でも最,あの最終的には私はこれは論文として書き,あのあの書き上げますよっていうのは一応あの最初は分かってるので,であの長い間行ったり来たりあの2年間行ったり来たりしてたのであの、まあ、私の,あの最初はちょっとねあの あのイわんパーしてたけど <laughs> あイわんパーとかあのなんかやっぱり黒人街のねあれだったらもう本当に黒人さんたちの話なのかほあのハーニーいわゆるハーニーさんたちのねハーニーって言,わ言いたくないんだけどそれが普通にねバーで働い,て働いてた女性たち。うんうん あたちの話とか,、ね、か悲しい話とかねアメラジアンの悲しい悲惨な話とかね、はい、っていうのが普通にもう今までの,あの知識の中で世界の社会の中でこういう知識しかなかったんですよでもあのそうではない <coughs> っていうところそういう悲惨な話もあったけど、うん、でもテリアの。 あのその当時の最初の、ね、時代の話聞いたらもうあの沖縄のお笑いです、オペラです、うん、お笑いもありあの悲劇、歌劇、恋人物語も,もういろんなもうこうあの4つのジャンルがあるじゃないですか、あれ全部あります、うん、あの幽霊話もあります。あ<ー>はい、ので,あのじでそ,それって照屋だけじゃなくて他のところにもあると思うんですよ。うんなのででそういうい意味では 独独特特だけど独特ではない、はい、なのであんまりねあの来てもらうお客さんがそこで「あテルヤのことなんだ」みたいな、うん、テヤあのこの授業の、まあ、展示されてるものとかね、うん、見,見た時に。うん あの必ずどっかであこれ普天間どっかであったなみたいな,な <laughs> とかあチャタンのところなんかロシアの方もロシ,アロシア系アメリカ人の学者の方も私のところに来たときにあ,あ,あここロシアロシアのあの町と似てるなっていう,うこういうふうな,なんか考察、ね、されるところがあると思うんですね。そそういううういいに期待を持って 来てもらえばいいいなと思います、はい、あの黒人街だから黒人の話とかねなんかこのバーの女性の話とか,とかじゃなくて、まあ、その方々の話も一応ありますよ、うん、だけど一応証人の物語なのでそこで商売していた方々の物語をあのいろんなあのアーカイブを使ってアートカイブという作品をあの提供しますので。うん、はい あいやもう <laughs> ますますこ,このイベントにですね是非、うん、参加あのしてみたいという方も聞いてみてうん、うん、いらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、ではこ,ここからここでですね一旦曲を挟みまして、はい、ちょっと後半またお話し伺っていきたいと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたしますということで今回、ね、今日ですねゲストとしていらっしゃってます池原恵里子さんからのリクエスト曲をおかけしたいと思います ではえっとタイトル、ええりこさんから言っていただいてよろしいでしょうか。はい。お願いいたします。あのジェームスブラウンのペイバックなんですけど、あの私司会しとかしてませんので、ただ曲が好きなんです。<laughs> <laughs> そういうことですね。はい、はい。ということで、すごく皆さんにも聞いていただきたいです。<laughs> ではおかけいたします。はい。ただいまお届けした曲や洋裁ジェームスブラウンで The Payback お届けさびたん はいということでですね、ちむがらさ、シマクつバニュースをお届けしております、昼夜、えー、一般社団、あっ、コミックスオピアから、えー、池原栄子先生、えー、お迎えしております、はい、えっ、ー、と、いろいろとお話もですね、いただきながらで、もうあっという間にちょっと時間も近づいてきているんですけども、えー、また、えっ、ー、と、ちょっと話をちょっと進めていきたいんですけども、いいあの、 いいろろ方法論とかいろいろお話がある中でこのサードスペースのお話というのも少しあの気になるところだなと思っているんですけども、うん、あの先ほどだったその、ど e me のお話聞かせていただけないかあと思ってまずはサードスペースというのはサードスペース論は一応あるんですよ。あのこのあのアメリカのあのこのここえっ、ー、とあ 白人女性ではない、はい、あの女性たちの、はい、<laughs> マイノリティの女性たちの,、うん、あのフェミニストの、はい、あー論からあの一応あのそ,のそ,のそ,のその理論なんですけど、はい、っていうか方法論でもあるんですけど、はい、サードスペまあ他にもたくさんあるんですけど一私の場合はそのアメリカの,あのマイノリティの女性のフェミニスト理論から引用していて <laughs>。それが そのまま沖縄の,このあの沖縄の研究していたときにそのまま、はい、あの当てはまるかというのはそうではないと沖縄も沖縄なりのチャンプル論があるのでと、はい、いうことであのチャンプル性があほら論文ってアメリあの英語で書いてるのであのアメリカの,あの大学じゃないですか,、はい、かというのでやっぱり沖縄のことをのあのもう本格的に沖縄の研究して論文を書いたときに。はい 当てはめ、当てはめる必要があるんですよ。うん、あ、あの例える。そうですね。いい。うん、と例える人があって、うん、で、それ、あのチャンプルのチャンプルー論を。あの例えると、やっぱりサードスペース、ダッシ,シュ植民地的であると。うん、で、このチャンプルっていう、特に、あの、あの言葉、言葉、使いですね。はい、あの、このさっき言ったゴリさんの、あの、重油シーミーっていう、あの進撃だったと思うんですけど。うん、あの、あれ、あれについても、一応、あの。 どうも書いた書か,かれてまましたきその「Do you see me」っていう言葉の中にある「あまあ、Do you see me」っていうのはあの沖縄の「see me」じゃないですか。そうですねでそれを「see me <laughs>」英語の,、うん、あの「私見えますか?」っていう「うん、see me」っていうのにこう書け,けてるんですね。でそこでもうスジャス,ス植民地的に考えると「まあ、Do you see me」っていうのは 沖縄であの、まあ、シーミーっていうのはこの時にお盆の時にですよね、はい、で先祖が帰ってくるじゃないですかで,す、ね、で先祖が帰ってくる時にあの生きていない人たち、ねうん、帰ってくる、うん、あの見えないけど見えるですよねっていうシーミーっていうこの見えないけど見えるっていうのと、うん、あとあのあのこの米軍基地と。はい 日本と沖縄のこの関係性の中で、うんはい、沖縄よくあ沖縄が見,見えないようになってるんですね。すねよくあのアメリカでもほら、うん、あのワシントン行った時に、うん、日本が代表沖縄を代表するじゃないですか。うんはい、その時に日本的まあ日本の感覚で視点で、うん、あの沖縄を代表する時に、この沖縄っていうこのあの沖縄の何て言うの。 チムグクルは見えないんですよ、はい、なのでそういう意味でも「竜神」という言葉遣いがすごいいろんな意味で想像力を生かしてね意味合いがあると,と思います、はい、のであのだから沖縄の言葉あ縄口と英語の掛け合わすところあのオナハブーテンさんもそうなんだけど。 すごい、すごいあのなんていうの、あのあなんていうかなあ、すごいところだと思うんですね、はいなので、自分も言葉遊びが好きなので、はい、まあそういう意味では、この方法論も、そそうあのその現実、現状の中で生まれ生まれたもので、本格本本あの本格的であると,と思ったりしてます。<ぁ> このでそれがサードスペースですね、これでもない、あれでもない、だからチャンプルーされてるんですよ、はい、だからチャンプルーなんですよ、チャンプルー語なんですよ、ある意味ね、チャンプルー理論、チャンプルー思想、チャンプルー哲学、チャンプルー性っていうしか私はないんですよ、そういうふうに私はいつも持っていあの論文書いてる時とかね、うそういうふうに持っていってます。はい、こののやっっぱりりそのも,うも,うもう決まりきった これはもうこうだろうっていう,こう固定概念からもう一つ,そのあの一,つその一筋の光を見ていこうっていうこのサードスペースのこの理論っていうのがやはりこう私たちもその日頃のニュースであったりとかこういったのでじゃ裏側は何だろうっていうところの,その見方っていうんですかね改めてそういう発想をこう持,って持つそのなんていう大切さっていうんですか今のお話からも。 すすごく感感じさせられまこうイベントもやっぱりこうこれまでのこう掘り起こされてこなかった歴史にこうフォーカスをしてえまずその人の歴史とそのまたアーカイブとしてのアートカイブっていうところのすごくその交わる重なるっていうところもあのこれからのまたその沖縄で育っていくまた。 世代の子たちにも沖縄、うん、っていうものをこうどのように感じていくのか、うん、見せていくのかっていうところは持つべきこう方法論というか心の中のサウススペースっていうのを持,つ、はい、持っていかないといけないなといいうのすすごく感じてまそこであのちょっと今回の <laughs> 授業と違う。あの あのイ,ベンイベントの時作品をちょっと考えていて、うん、あ先前行ったこのディアスポラ的なものとかね、はい、あのハーフチャンプルー的なものの中で一つこの言葉遣いね、うん、だから自分もあの一応ポップアート的なものを今作っててそれが一つの作品としてまあ自分の,あの自分の映像ね 使ってるんですけど、うんえー、それをちょっとポップアート的に持っていって、うん、でそこにやっぱコンテストがあって例えば一つの作品が、あのー、あ私もあなたのように黄色いわ <laughs> 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 かります <laughs> 私もあなたのように黄色い,い,いつもミチキされてるわけね <laughs> こんなだからミチキされてるから <laughs> だから私もあなたのように黄色いって <laughs> ほらあのー。 世界の人種の中で黄色い人ってアジア人じゃないですか、うん、私もあなたのように黄色いアジア人だよってね、うん、黄色いミーチキーだから私もあな,たあなたを見てますよって話なんですけ、はい、それがあのこの私の映像っていうかが映像あ画像画像がまた、うん、あの可愛くなんかウィンクしてるように見てるんです <laughs> だからそこに何かちょっとユーモアがあるんですね。うんうんうん っていう、マックルもそうだった。あ、そう、ですね。あ、それが次。次、次、次、今、これ。そうですね。ああ、今回のこのアート会部っていうところで。うん、ただ、こう単に一方通行のアートではない。うん、その制作者が、それをこう一方的な思いをこう伝えるということではなくて。うん、そのいろんな飾られてるバーキだとか、いろんなものが。を、実際に行って。うん、そこで、生まれてくるその物語を。なして、初めて、一つの。 作品になっていくというところが、うん、また先ほども話があったようにこれを通していた自分の、うんえー、地元は。 こうだったああだったっていうことを思い返す、うん、まさにそこでまた新たな交差点が生まれていくっていうところのきっかけになるのが今回のこのまたアートカイブになるのかなっていうのをお、うんうん、話を聞くだけでも先も少しちょ,ちょっとね、うん、あの事前にいろんなあのマップとかを少し先に見させてもらいましたけれども、うんうん、あれを見るだけでもデニ、ねはい、ム先生の言葉で言うと、はい、本当にチームワークワクが今からが楽しみや意味があるとイベントですね、うん えー、もうそろそろ時間がです、ねはい、来ていますの、ね、で、改めてちょっとイベントの情報をお伝えしてもよろしいでしょうか今回です、ねえー、イベントが開催されます、場所と空間と商人の物語、えー、一般社団法人コザミクストピアの、えー、主催となっております、えー、2月17日もう今し、そろそろですね、2月17日土曜日から24日の土曜日まで開催される予定です。えー、午前11時から 午後6時の時間の間ですね、場所が銀天街となっております、はい、今回、えー、お話でも聞かせていただきました、皆さん、ぜひですね、あのー、このフライヤーとです、ね、このセットで、このフライヤーの裏に、実はこの当時の,この本町通りと、この黒銀天街の重なるこの第1波、第2波、第3波が交わる地図が描かれて。実はあのポスターのの ま表の方にあの地元の人が描いた未来のあの本町通りとでこの黒人街時代であったあのその同じ通りのあのこれは国吉和夫さんのあの写真でそれをあの重な重ねているんです全部重ねているんですねはいはあなるほど本当に戦後の時と復帰後の銀天街の時と そして、今の第三波、はい、今の街がこう重なり合って。生まれている。はいうん、で、フィナーレは、この大、はい、あの。えっと。あ、サタデーナイト、ふり<う>、あ、フリーマーケット。 サテレナイトマーケットが地元で活躍している方々のイベントで月2回なんですけど今回今年から月1回始まってフィナーレとして登場してもらいます当で楽しみですねまた今できている部分ってこれから新しく更新されることも情報があるということだったのでぜひこの情報も ぜひその、えー、またオープニングセレモニーがある17日、はい、そしてその終わりにある24日ですね、はい、その間も開催されていきますのではい、はいはい、そうですそのためです、はい、あのいろいろ <laughs> あのなんていうのあの,あの間にはまだプログラム的にはないんですけど、はい、このパフォーマンスアート的な作品としては、はい、あの毎,毎日なんかあの発見があるので例えばあの これいつ,いつやるかちょっとあの今言えませんが、はい、いまだあのいつやるか分かりませんがマネキンショーといってこの,の本町通りにあの 8, 8個ぐらいのマネキンを置いてその時にあその一つずつその当時の。 テイラーとか洋服店の,あのタグをつけてあの洋服をつけるっていうこのマネキンショーがあったり、はい、あの靴店の点は展示の点なんだけど靴店の,あのちょっと演,技演技的なものをちょっと考えたりしてそれがいつなのか分からないので、まあ、聞いた時にあのそれに当たったらいいなぐらいな <laughs> そ,それもあのパフォーマンスアート的なあのや,やり方なので、はい、方法なので、はい、そういうふうにそういう仕掛けもあります。はいはい ということで時間が惜しいんですがここでお時間となりました。はい、今日本当にえーとこのミクソピアからですね、いきなりこ先生お迎えしました。チュア一ペ二平レイビル。こちらこそ一ペ二平レイビル。ありがとうございました。とい,ということで皆さんまた来週チュアエビラ野菜また野菜。